1084年のイタリア半島、プリリアとカラブリアの伯爵と、公爵一覧では、11世紀から12世紀にかけての、南イタリアを統治した、プリア伯爵あるいはプリアカラブリア公爵及び、プリア公爵、カラブリア公爵の称号を持つ人物の一覧を、掲げる。1042年、サレルノ公、グアイマーリオ4世は、ノルマン人たちによって、プリアカラブリア公爵に衰退された。 グワイマーリオはその見返りとして、アルタビラ家の家長であったテツワン・グリエルモを、メルフィの伯爵に任命した。1047年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ3世は、グワイマーリオ4世から公爵位を剥奪した。ハインリヒ3世は、グリエルモの弟であるドロゴーネに、イタリア公及びアプーリアとカラブリアのノルマン人伯の称号を与え、帝国の直接の風神とした。 1059年8月23日にメルフィで開催された教会会議の結果、教皇ニコラウス2世は、ロベルト・イル・グイスカルドをプリャ・カラブリア・シチリア公爵に助手し、ロベルトのシチリア征服に名分を与えた。1127年に広国はシチリア伯領に併合された。公爵の称号はシチリア王の後継者にしばしば与えられた。ルッジェーロ4世の死後、 公社区位は空位となった。シチリア王グリエルモ2世は、自らのこのために称号を復活させたが、ボエモンドが創生したため、タンクレーディの長男ルッジェーローに引き継がれることとなった。イタリア王族である、サボイアオスタ家の推定相続人の称号として、用いられた。ナポリオーの推定相続人の称号として、用いられた。トラスタマラ家とボルボーネ・シチリア家による、ナポリオー。 シチリア王国と同君連合となった両シチリア王の推定相続人の称号としても用いられた。両シチリア王国の滅亡後は、両シチリア王家の課長が儀礼称号として用いている。両シチリア王家の課長をいをめぐって、カラブリアクゲと競合している、カストロクゲでは推定相続人の称号として用いている。ありがとうございます。